さあバッティングケージ内カメラでこれ広岡も本当に飛びますね。このカメラなんかいいですね。いやもう最高ですよ、はい、なんかよく打球の角度も見えるし、なんか、はい、あれバットの軌道がよく見れるなっていうカメラですよね。この後 のトップからそのバットをボールに出していく、はい、このあたりをすごくやっぱり参考になるって言いますよね。これどこなかなか見らんないと、これどこのカメラどこから撮ってるかですか、ね、これいいですね。これ本当に右の下のあたりに、でも村田さんはこういうところからずっと野球を見てたんですもんね。キャッチャーですから。あ、そうですね、大体こういうところで。今なんかやったらインパクト当たってからバットがボールの上に入ってるじゃないですか、はい、やっぱり僕らのバッティングコーチの王さんにもよく言われましたけど、当たるだろう、そこからボールの下にバットが入っていったら打球って上がるんだって言って、ボールの下にバットを入れる練習なんかでゴロ打ってるんじゃないっていうよく言われましたけど、はい、王さんに言われましたね。へえ、やっぱライナーもしくは30度、そう30度ライナー打て角度30度、はい、でお前がホームランバッターになるんだったらもうちょっとフライ角度でもいいけども、はい、練習中にゴロなんか打っててどうするんだって言われましたよ。あ、はい、で一塁バッターゴロ打たないですよね。そうですかね、はい、打たないです。だからエンドランとかとそういう時は当然、はいはい、打つんですけども、練習でお前ゴロなんて打ってお前取られたらアウトじゃないかって言われてますよね、まあ、打ちたくて打ってたわけじゃない、はいはい、まあ、ショートライナー、セカンドライナー打てなんていうこともよく聞いたりもしますけど ね、はい、タイプによってそうですね、はい、僕らポップでポンポン打たれたら昔よくお前フライバケ打ちゃってもっとライナー打てってよく言われましたけどもね。いや本当にこのカメラはそのいいですよね、はい、トップから この腕の使い方といいますか、最短距離に持っていく、まあ、人それぞれやっぱり特徴があるので、はい、この後ここに両手持ってきて、ここからこういう風にいわゆるさっき中山の話でありましたけど、はい、内側から出すだとか、はい、そうですね、だ今日はちょっと意識して内から出そうかと思う、はい、思う日なのか、はい、なんとか今日は内から出すんだけどもヘッドを落とさず平行に回るぞ、ヘッドを落とさず打つぞってところですよね、意識するのか、でもし自分で癖で体が突っ込む癖だったらステップした瞬間から頭を動かさないで打つ、いいバッターってそうですよね、ステップしたら頭が動かないですよね。あ、これって分かりますもんね。スローだと分かりますよ、はい、この位置がこれ後ろさ、はい、多少前行きますよね、はい、で前に行った、こっから動かなず、あ、これいいですよね、動いてないですね、はい、動いてないですよね、で悪いときあれが前に行っちゃうと、はい、突っ込みになりますよね、うん、だからよくアメリカのコーチが言うのはステイバック、ステイバックってそうですよ、ステイバック、はい、頭を動かすなんてことです、はい、ですけどもね、であとこのバットの角度というか入れ方、このバットが確かこのキャンプ中継で見ましたけど、その阿部コーチが吉川にだったんですかね、うん、あんまりこうピッチャー側にこのバットがこう入らないようにしろという、そうですね、バットが遅く入った方が遠回りしちゃうっていう、はいはい、ことはよく言われますよね、だ力向け力量とかヘッドが入りやすいってことですよね。そうなんですか、遠くへ飛ばしてやろうとかともね、ちょっとこう、はい、今なんかいいスイングやな、最高のスイングです。やっぱり遠くに飛ばそうと思うとバットの先がピッチャー方向に入りすぎてこうなんか遠心力を使おうと思っちゃうってことですか、はい、力みもそうですよね、入りやすいってことですよね。なるほど、そのあたりもよくわかりますよね、先ほどのカメラですと、はい、ね、センター映像はこうバットがヘッドが落ちてないかどうかっていう軌道はよくわかりますけども ね、 ねえ、今日のカメラは結構リアルやった。